っていうことができるんで、受け流しは横に移動してから、まあ、軸をずらしてオートガードを避けて浮かすというのが、まあ、正解になるという話です。以上です。こんにちは、イアスです。陣の受け流しについて解説します。この技は、コマンドが 4WL、4WR と 4W と 4WR ですね。で、まあ、当て身技で、まあ、2フレームで発生して、6フレーム間相手の立ち技を全て受けて有利にするというような、まあ、スト3のブロッキングのような技となっています。でこの技は相手からすると非常に厄介でして、全体攻撃これ30フレームしかないんですね。ジャブ並みでリロイの当て身よりも隙が、小さいんで、まあ、反撃でしにくいと。で何よりもですね、これオートガードがついてるんですよ。それが本当に厄介で、例えばですね、この、まあ、主に魔説の後とかが一番いいフレームなんですけど、これの後にこう入れてしゃがみガードされると中樹下段どっちもガードできるっていうような、ちょっとファジーっぽい状況になるんですね。ちょっと気を消しましょうか。でこうやって入れるでしょ。そうすると見てからですね、で見てからこうやるとするとこうなっちゃうという、どっちもガードできるっていうフレームがあるんで、まあ、結構厄介で、これもちろんですね、4入れをされるともうこうすると見てもこう、まあ、見ないですよ。見てこうしてもガードされちゃうっていうことになるんで、まあ、非常にリスクを与えにくいってことになります。受け流しにこうちゃんとリスクを与えようと思ったら、方法が2つありまして、1つが、まあ見ないでもう下段を入れちゃうってことですね。これまさに出てる最中にエーデルワイスでやると、まあ、それは当然当たるんですけど、受け流しを出してなかった場合に相手が見てエーデルワイスをガードしちゃうんで、これはあまり良くないと。で正解はですね、横移動ですね。横移動したらオートガードが正面にしか効かないという特性があるんで、正面の軸をずらしてやったら大きな浮かし技が入ると。こうやってこうかな、はい、こうですね。っていうことができるんで、受け流しは横に移動してから、まあ、軸をずらしてオートガードを避けて浮かすというのが、まあ、正解になるという話でした。以上です。